どうもー、正解が少ない105人の方、おはようございます。12月20日、午前11時です。西村さんの秘密基地にいます。はーい。お前好きだな。早く起きないともう、今何時かわかりますか?11 時って普通じゃない。一旦ちゃんと聞いてた。ちゃんと聞いてました。ちゃんと聞いてるよ。はい。すごい秘密基地いいですね、ここ。部屋ですね、もうね。部屋。快適だよ。快適、うん。はい、今日はどう過ごしていきますか？今日は、そうだね、銀座に行って。銀座に行くんですか？うん。唐揚げ食べて。銀座に行って唐揚げ食べるんですか？うん。で、その後上野に行って。はい。アメ横で、ジーンズ買って。うん。帰る。クソつまんな。クソつまんない日だな、それ。編集しますよ、早く。そんな。編集。はい、ご来てください。はい。はい、じゃあ行ってきまーす。どうも、今日の結果報告していきます。ます。はい。まあ今日はね、うん、パチンコか打たなかったんですけど。ね。うん。え、結構もう珍しくないですか？全くパチンコ打たない日が僕も一人でも打たない日があるって。うん。かなり珍しいね。うん。うん。どんくらいぶりか忘れちゃう。1ヶ月ぶりぐらいかもしれないですね。もしかしたら。それくらいの勢いだね、確かに。ですね、はい、で今日は一日編集をしておりました。はい、はい、うん、どうですか今日の一日は。今日はね、まあ編集だったからですけど、やっぱ前にねちょっと無茶してでも型を決めたことによって、はい、まあ、かなりスピードは上がってますね。おお、うん、よかった。うん、今はね西村さんがパチンコのまあ主に実践動画を編集してくれて、うん、まあ、僕がね毎日の報告とエンディングトークですね、ほぼつなげるような形ですけど、うん、だけですけど、あれカットしてないの？もしかしてカットしてないって、いろいろなんかカットして無駄なとこ切ってつけてってやってないの？全然やってないです。オーケーオーケー。最初の席に座るまでのカットとか、あーはいはい、エンディングありがとうございましたって言って席止めに行き、カメラ止めに行くまでのカットとかはしてますけど、はいはいはい、それ以外の加工は一切してません。それ以外なんか求めてますか僕に？いや、まあ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 、まあ、それぐらいはやった方がいいかなって思ってたけど、はい、まあいいんじゃないですかね今のところね。はい、余すことなく、はい、ちなみに言うとサムネも僕だからね。ああ、あとはサムネもそうですね。はいはい、ありがたいですね、うん、はい。どうでした今日は？まあそうだな、とりあえずカラコンに焼きそばを食われたことを僕はずっと念に持ってますね。いや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 、だってお風呂入る前にこれ絶対食べるなよって言うんですよ。食べなきゃいけないでしょそれ。僕結構お腹いっぱいだから別に食べなくてもよかったんですけど、絶対食べるなよって言うから。違うだろうよ、これは食べなきゃいけないんだなって思うじゃないですか。最初に最初にね、僕僕ロフトの上にいるわけですよ。いてね、パソコン作業カチカチやってんすけど、うん、家帰ってくる前にペヤングのね超大盛りのやつ買ってきたわけですよ、うん、ですぐ食べようと思ってたんで、うん、1階にあるキッチンの近くにポンって置いといたんですよ僕が、うん、そしたらカラコがそれを見て、あれ西村さんこれ僕に買ってきてくれたんですかって第一声それで始まって、うん、何を言ってんだよこいつはと、うん、で食いたそうにしてるから絶対食うなよって、そういう流れで言ったんですよ。それをこいつはなんか芸人みたいなことをし始めて、振りだと思って、うん、食べないと怒られると思ったんで食べましたっつって、うん、こいつはバカかと。いやいやいや、バカだって渡辺コミュニスクールでそう習いましたから僕は。そしたらもう渡辺がダメだ、渡辺ダメ、もう押すなって言われたら絶対押せよってそういうふうに教わったんで、
優等生ですよ僕は。それに従っただけで、はい、なんか尺度が違う、尺度が、物差しが違う人と。そんなこどうでもいいこと本当どうでもいいんですよ。なんだよ、はい、いいんだな、はい、いや東京来てね、やっぱり状況いいわけですよ。いいね、うん、今日も本当はね刑事狙えて狙える台があったんですけど、うん、ね、うん、それを打てずにいるというのがね、まあな、うん、だから結構もどかしいですね。うん、うん、まあもどかしいけどな、編集もやんなきゃいけねえからな。どうすね、うん、はい、なんか早めに決着、ちょっともういいか、はい、なんだよ。いやちょっと手出してたのに、ちょっと視聴者に気にならないかな。大丈夫、大丈夫ですか。なんだろう、誰も気にしないよそんなの、はい、何も買ったか書いてただけですので、うん、気になる方すいませんね。はい、はい、うん、まあね、うん、はい、明日もうね、うん、結構やってる感じですけど、うん、はい、頑張っていきましょう。はい、明日も編集スタートだもんね。そうですね、うん、思ったらやらないといけないですからね。そうね、はい、で僕は明日忘年会行ってくるんだよ。おお、ね、はい、ええ、はい、すんげえ楽しみにしてる。はい、そんな感じです。はい。はい、じゃあバイバイ、バイバイ。